どうも刀慎一郎です。長峰大です。今回お話しさせていただく作品は2018年公開レディープレイヤー1です。おお、僕まだ見てないやつだ。おいまずあらすじをざっくりお話しすると、2045年世界は荒廃し、人類の多くが自分の姿をアバターに変え夢を実現してくれる VR 世界オアシスに入り浸っていた。オアシスの創設者の死後、オアシス内の3つの謎を解いた者に莫大な遺産とオアシスを譲ると発表された。全世界を巻き込んだ争奪戦にウェイド少年が挑むっていう、なんとも世紀末感漂う SF 映画なんですが、皆さんも大好きですよねまあ僕まだ見たことないってさっき言いましたけどもちろん僕も大好きです。ああ、しんちゃん古い系好きやで、確かにたまらんかったやろね。はい、この映画の一番の特徴といったら、映画、漫画、ゲームなど多くの作品のキャラクターや小道具などが作中多く登場するところですよね。うん、俺もさすがに広告っていうかトレーラーだけは見たことあるとそれはわかるよ。はいはいはい。まあ特に80年代90年代の作品は多く登場していて、僕にとってはたまらない作品でございます。最初この映画の予告映像を見た時、よくできたフェイクだなと思ったくらい信じられませんでしたよ。ああ、まあでも確かにそうかももうデロリアンとインターセプターが一緒にレースするんですよ。はい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 。そこに金田のバイクも加わってキングコングが襲ってくるってどういうことですか。でも金田のバイクは確かに俺めっちゃ驚いたね。もうね、僕のこの気持ちどうやって言葉に出せばいいんですかはあ、例えるなら減量している時にトレーニング後死ぬほど甘いものが欲しくなり、ココア味のプロテインの甘さだけでは我慢できず、プロテインをポカリスエットで割って飲んだ時の気持ちに近いんですよね。これはボディービルダーのやつなら分かってくれるって感想なのいや多分ね分かる人いると思うんですけど、もうね死ぬほど甘くて幸せで涙出そうになるんですけど、はあ、このあと襲い来る罪悪感お前さ、なんか人間として間違ってねえもんもうね、俺こんな贅沢して本当にいいんでしょうかって感じに近いんですよね。はあはあはあ。こんな素敵な映像を見せられたら僕この先何を楽しめばいいんですか。スピルバーグ監督飛ばしすぎです、僕の頭と心がついていってみませんってなりませんか。相当興奮しとったんやな本当にこんな僕の心をかき乱す小悪魔のようなこの作品なんですが、この作品を見てると悔しさも出てくるんですよね。悔しさ、どういうこと？もうなんでかっていうと、レディープレイヤー1に登場する作品は80年代のものが多いんですが、80年代カルチャーって厳密に言うと僕年齢的に世代ではないんですよね。まあ確かに世代ではないよね。はい、ミニ四駆はレッツエンドゴー世代ですし、ハイパーヨーヨーで認定賞もらって喜んでましたし、流行りの曲はポケビで流行りの映画はタイタニックみたいなまあ俺ブラピはない何だっけあれ、ブラックビスケッツか。あ、そうそうそう、ブラピの方が俺は好きやったけどまあ生まれは昭和、育ちは平成なんですよね。それが何の因果か真っぽの手先じゃないですけど、はああ、わかんないかこれ。マジでわからん。スケバンデカねこれはあ、まあ僕昭和の映画大好きなんですよね。まあそうや私んちゃん特に80年代が好きなんですよ。大ちゃんもなんとなくわかりません？自分の世代より前の世代に憧れる気持ち、いつ生まれとっても10年前に生まれたくなったってのは結構あるあるやよね。そう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 。ですが80年代映画の本質を理解しようとすることは不可能なんじゃないかと思い悔しくなるんですよね。まあ気持ちはわかるな。カルチャーってその時の流行りはもちろん社会全体の空気感が反映されてると思うんですよね。流行りなんかは当時の作品を見たり関連する実際の出来事なんかを見れば理解もできるかもしれませんが、社会全体の空気感って絶対味わえないわけですよね。まあ今一個パッて出たのがニューシネマパラダイスとかのこと。これよ、ああはいはいはい、そう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 。あれは確かにね、ぶっちゃけあの世代生きた人間じゃないと多分本当に胸にくるもんないと思うよね。あの映画館の中でね実際味わえる空気感っていうか、だって俺映画館の中でマスカイトルおっさん見たことないもん生まれて一回も俺もさすがにそれは見たことないけどまあ多分この作品に登場する映画、漫画、音楽を当時リアルタイムで体験していた人たちってその時感じた匂いみたいなものですら楽しめてるんじゃないかって、ここが悔しくてならないんですよ。ああはあはあ、なんか言いたいことは分かる。確かにクレヨンしんちゃんの大人帝国って確かこの空気感とか匂いみたいなのが大事なキーになってましたよね。あ、確かそうやったね。てか実際何だっけ、人間のこのね懐かしさみたいなだったり感情想起させるために一番重要な五感本って嗅覚って確かに俺見たことある本で、やっぱりそうだと思うんですよね。やっぱ匂いってすごい重要らしいね。はい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 。もうこの作品、僕にとって好きだけど伝わらない、知りたいけど分かりきらない、まるで片思いのような作品なんですよね。もうね、デロリアンがあったらバック・トゥ・ザ・フューチャーの公開当日に戻って腹いっぱい当時の空気を吸ってみたいですってとこでお疲れっす。後ろ髪この街の過去なくして忘れ